9曲目はボビー・ロングとヒズ・サテライツの「モージョー・ワークアウト」っていう曲なんですけど、それをやりました。モージョー・ワークアウトは今回のあのこのカバーのディスクはいろんなカバーの曲何やろうかっていうふうに最初に思った時に、オールタイムでどの曲も国境も関係なしでって一番最初はもちろん思って、その時にあの50年代とか60年代のブルースとかリズム&ブルースはあのやっぱり60年代のビートグループとかがたくさんカバーしてて、特に好きなというよりも最初に知ったのがストーンズとかビートルズとかキンクスとかフーとかがカバーしてるバージョンから入ってったっていうのが一番最初なんで、リズム&ブルースとかブルースのかっこいい曲は大体ストーンズのアルバムに入ってたり60年代のビートグループのアルバムにカバーされて入ってたりするんですが、今回はその辺のストーンズとかヤードバーズとかビートルズとかフーとかがカバーしてないオリジナルアルバムでカバーしてない曲をチョイスしようぜっていう、すごいあの自分的にはなかなかこれ憎いカバーの選曲基準じゃねっていうところで選んだんですけど、だからあのすごいマニアックな曲が選ばれてるねって言うけども、あのとてもこれはね探し出せない曲なんだよっていうんではなくて、意外といや有名な曲なんだよっていう曲が多いんですけど、このボビーロングのモジョーワークアウトは意外と DJ の人にはもう有名な人気曲ですけど、あの割とオブスキュアっていうかレアな曲で、で、ゲストにあの岡本雅彦さんと岡本図の岡本翔さんと岡本玲二さんと、来てもらって一緒にやったんですが、あの岡本は全員岡本ですけど、岡本雅彦のことが岡本ね、岡本はあの知ってる人は知ってると思うんですが、20歳ぐらいの時ちょうど21の1年間かな、岡本があの学生でその時東京来てて、東京にいた時にあの学生最後の1年だったかな、あの時はプライベートで岡本はベースを弾いた時があって、高校出てライブハウスとか出入りしたりとかしだして、いろんなミュージシャンの仲間とか同じストーンズが好きなんだぜとかパンクが好きなんだぜっていう友達とか、まあ、もちろんバンドのメンバーもそうなんだけど、少年とかいろいろ新しい友達がどんどんできていった、10代の終わりの頃、20代の一番最初の頃に友達ができていく中で、本当に少年と共に並んで、まあもちろんバンドのメンバーなんだから当たり前なんだけど、その60年代のイギリスのビートグループのこととかパンクのグループのこととか、俺こんなレコード持ってるとかこの曲も聴いてこれが好きとかいうの、岡本と出会った時に、岡本は確かね原ちゃんが岡本とのことを紹介してくれて、ノブと絶対気が合うやつがいるんだ俺の友達で、一緒にバンドやったりしてるやつでって岡本紹介されて、岡本と知り合って、もう会った時からあのレコードも聞いたかいとかこれもとか、そういう感じで、その日から今日までね、岡本はその後プライベート辞めて福岡に戻ってアンジーに入って、全国区にデビューしていくわけですけど、で、あの今回のプライベートの自分たち あのレスビーとハイファイものとは違うアルバムなんですけど、今年はあの30周年を記念して大阪と北海道と、それから今度東京からと、ありがたいことにプライベートのトリビュート版がリリースされて、ある時楽屋で岡本とかっている時に、どうでもいいけど俺元メンバーやけど俺にトリビュート版の話全然来んけどどうなっとんかいっていう話になって、あら岡本トリビュート版に参加してくれるんだったらトリビュート版と言わずに俺たちのこのロックンロールトリビュートの30周年記念セッションに岡本参加してよって言ったら、おう参加してもええけどねとかいう感じで、で岡本図はあの岡本図が結成された時から俺は知ってるんですけど、ドラムのレイジさんなんかは生まれた時から知ってますからねっていうぐらいの長い付き合いでしてね、なんでぜひ今回のレコーディングには岡本図参加してもらおうと思って、岡本図もいやもうぜひぜひ参加させてくださいよなんていう感じだったんで、この曲でリードボーカルを岡本翔さんにやってもらって、ドラムを、M 原さんに代わって岡本玲二さんがドラムを叩いて
それでベースはおっちゃんに代わって岡本雅彦さんが叩くという、すごいこれまた、嬉しいセッションができて、レイジも頑張ってくれたし、もうショーがもう張り切ってね、すごい、オエスさんとツインボーカルなんですけど、本当にモージョワークアウトっていう感じで、若さ爆発っていう感じのモージョワークアウトのオリジナルに迫れるな、これだったらっていうぐらいのいいテイクが撮れて、モージョワークアウトやりたかったんで、こんなノリノリの感じでできて、超ご機嫌でした。